電化株式会社の益子です。今から開発品である卵殻とポリスチレンの複合剤、商品名としてはプラテエコと言ってますけども、その特徴について説明いたします。お話しいたします。卵殻をですね 50% 入れてますので、実際はフィラーがということですので、物性が落ちたりあるいは流動性が損なわれたりするんですけども、この開発品はですねバージンの樹脂とですねほぼ同等のですね流動性と物性を持っておりまして、実際にプラモデルの材料とかなんかに実用化されております。今回そこをですね皆様にお説明してですね用途をもう少し広げていきたいということで、こういった展示会に出しております。今実際に開発品でありますけども、もう数ヶ月の先にはですね、販売を開始したいと計画しております。